人気があるというふうに聞いておりまして、まあ、そういうふうに人気がある端末がしっかりと売れている中で、ハイレゾンですね、実際の音源ですねが非常に少ないと、数が少ないというふうな背景もあるので、まあ、そこを打破すべく我々、2015年の、まあ、3月からですね、台湾で、音楽配信サービスを、始めることに至りました。で実際ですね、台湾の、マーケットに関して、お話しますと、まあ、ソニーの、プロダクトがですね非常に、まあ、人気が高かったり、まあ、シェアが、まあ、しっかりと、あるというような背景があります。まあ、特にですね、カメラのアルファ7ですね、が世界で一番成立されていたりとか、あとスマートフォンに関しては 95% シェアがあるということであったり、あとさまざまなデバイスでもハイエンドなモデルがしっかりと売れているというような背景があったりですね、エクスペリアに関しては年間で100万台出ているというふうな最近もね、非常にソニー製品が人気が高い感じです。で、まあ、さらに、まあ、国内のですね、アニメの、まあ、コンテンツがですね、であったりとかゲームの、コンテンツが非常に人気が高いというふうな、背景もあります。まあ、特にですね、まあ、日本国内とほぼ、同じタイミングで、放送がされたりとかですね、というふうな背景があったり、あと、非常に、まあ、台北のゲームショーであったりとか、アニメのショーであったり、まあ、非常に大きい、イベントがですね多数あるので、まあ、そこで、ソニーモバイルさんと一緒に、ハイゾブースを開いて、ハイゾを訴求させるというふうな活動が非常に効果的かなというふうに判断し、スタートしております。はい、いいですか。はい、でですね、楽曲数に関しても毎週ですね、しっかりと伸びてきておりまして、今、まあ、3月の時点で5254曲ほど、出ています。で、まあ、これ台湾ですね、台湾内の数ですね、まあ、ちょっと、今年に入って、まあ、ペースも上げて、楽曲数を増やしていこうというふうに考えています。で、右側のグラフに関しましては、まあ、どういうふうなカテゴリーが、売れているかというふうな実績になりますが、アニメとかゲームのミュージックが、約半分ですね、のセールス上げております。で、17% の紫とこ、ここは、C-POP のコンテンツなので、まあ、C-POP も増やしていきたいなと思います。はい、でも実際に、ソニーモバイルさんと、まあ、いろいろ、取り組みを行って、まあ、どういうふうな、取り組みを行っているかというような例になりますが、エクスペリアラウンジというふうな、アプリがありまして、ここで、まあ、モーラの、まあ、情報を常に、掲載していただいているというような活動であったりとか、エクスペリアのタッチ&トライの、イベントをですね、実施しております。まあ、過去の実績としては、1日に5000人集めるような、イベントで、今年に入ってからは、6月にですね、B2C の、同じようなタッチ&トライイベントが、三越の広場で行われるというふうに聞いております。ここでもモーラの体験ができるかなと。はい、で、これに関しては、日本のですね、レコード協会が、実施している日本の音楽を、世界に、紹介していくというふうなイベントになりますが、これを台湾で、16年の、8月です、ね、に、行ってきました。ここでも、ソニーモバイルさんと一緒に、
マイルゾソキのブースを設けて、さまざまな台湾の方に聞いていただきました。はい、続いては、ファンシーフロンティアというですね、16年の8月に行われた、コミックマーケットですね。これも、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、非常に人気が高くて、ここでも同じように、ウォークマンだとか、エクスペリアも一緒に並べて、ハイレゾブースで訴求を行いました。いろんな人に体験してもらいました。これも同じですね、リスアニという、日本で人気の、イベントをですね、海外で行いまして、16年の12月ですね、実施しましたが、ここに出たラルインデリア、アーティストは後ほどですね、スタジオでライブもやりますので、ぜひちょっと楽しみにしていただければと思います。はい、最後にですね、将来的に、通信環境もインフラも整って、ハイレゾ音源がですね、スタンダードな世界になることを見越して、ソニーモバイルさんのような、エクスペリアといった、ハイレゾが利用できる、ハイレゾデバイスの一つをして、ソニーモバイルさんとしっかりと、組んでですね、連携を取って、いろんなキャンペーンだとか、イベントを実施していきたいなと、より強化していきたいなと思ってますので、ご期待ください。谢谢。続きまして、スタジオの松尾さんの方からお願いします。接下来我们请 Sony Music Studio Japan 的松尾先生开始讲吧。皆さんこんにちは。本日は東メディアのアジアツアーとして、この乃木坂ビルディングにようこそいらっしゃいました。私は、ここ乃木坂のソニーミュージックスタジオで、レコーディングのチーフエンジニアをしています松尾純二と申します。今回はスタジオとソニーとの音での関わりと新しいエクスペリアへの、期待など短い時間ですがお話しさせていただければと思います。それではソニーミュージックスタジオは2001年4月にオープンし、このオフィスビルと同時に、オープンしました。オープンしてからはご覧のようなアーティストがスタジオを使用しています。今回はそのレコーディングスタジオでエクスペリアの音を聞いていただきます。ソニーの製品はスタジオでも数多く使われています。ソニーの C800G と呼ばれるマイクロフォンや MDR-CD900ST というヘッドホンは業界標準で使われています。それらはスタジオでも協力して作られたものです。音楽を聴くスタイルが多様化して、オーディオのコンポーネントで聴かれる方や PC にスピーカーを接続して CD で聴いたり取り込んだりしている方や、ソニーのウォークマンやエクスペリアのようなスマートフォンを使ってヘッドホンで聞かれる方もいらっしゃると思います。私たちサウンドエンジニアはアーティストが伝えたい思いが届くように録音し、どんな視聴環境でも正しく聞こえるように音を調整しています。そのためこのスタジオにもソニーのハイレゾ対応の小型のアクティブスピーカーやインナーイヤータイプのヘッドホンなど用意して視聴を確認しています。現在はハイレゾという高品位な音楽のファイルフォーマットがあり、昔なら高級オーディオを用意して聞く良い音をエクスペリアで楽曲の購入からリアルなハイレゾオーディオをダイレクトに感応できるようになりました。これは私たち送り手側からすればとても嬉しいことです。演奏の立体感や空気感、ボーカルの息遣いまでエクスペリアのようなハイレゾの対応のスマートフォンであれば聞くことができると思います。今回のスタジオでもエクスペリアの視聴では皆さんが聞いているようにエクスペリア本体のヘッドホンアウトから
直接スタジオのスピーカーに音を出して視聴していただく予定です。引き続き皆様が